皆さんどうもこんにちは、うっしーです。今回なんですけど、こちら先月の28日に DJI さんから発表された新しいドローン Mavic Air 2です。こちらの Mavic Air 2は今月21日の発売予定なんですけど、今回 DJI さんとのタイアップということで先行でね、こちらMavic Air 2をいただきました。で、今回のキャンペーンの目的というのが、現在のコロナの影響で、地元に帰れなかったりとか、外出がね、できない状態なんですけど、オンライン帰省として皆様の故郷を感じ、日本の美しい景色を再発見するきっかけを空撮でお届けするという目的と、新型コロナ問題が収束した時に、この地域に観光に行こうとか、帰省しようと思えるような作品を投稿し、日本全国を応援したいという DJI さんの考えで、このような活動が決まりました。で、現在自分は、福島県に住んでいるんですけど、もちろんね、今回のお仕事は、余計な接触だったりとか、密をね下げるために自分だけで、車で移動しますし、あと今、夜の3時20分なんですけど、この時間帯から動いて、早朝の湖の空撮と、あとはその後一回家に帰ってきて、でまた夕方になったら、夕日を撮りにまた湖に行くといったような、予定を立てております。で、今回福島県の桧原湖っていう湖と、猪苗代湖っていう湖の、空撮を行うんですけど、空撮撮影許可の方を、地方の自治体の方だったりとか、管理者の方から、撮っていますので、安心して、こちらの映像をお楽しみください。はい、というわけでね、ちょっと固い話が続いてしまったんですけど、これからねちょっと移動して、これを実際に飛ばしていくんですけど、いやもうめちゃめちゃ楽しみですね。細かいレビューとか Mavic Air との比較とかはまた別の動画で詳しく載せようと思うので、はい、こちらのねバッグもいただいて、 DJI Mavic って書いて、はい、こちらのバッグにねこうやって入れて、緩い感じで Vlog 撮っていくんですけど、ぜひ見ててください。よいしょ、はい、こんな感じで、あとに1時間ぐらいで、もう4時半ぐらいには日昇っちゃうんで、安全運転でちょっと目的地に行って空撮していきたいと思います。行ってきます。ここが福島県の桧原湖っていうところで、あっちが磐梯山で、でこっちからね日昇ってくるんですけど、めちゃめちゃいい朝。それではね、早速ちょっとドローンちゃんを準備して、よし、早速フライト。今日の設定はもう決めてるんですよね。 4K の 60p のカラーがいいシネライクで撮ります。ここを長押しして、この指を離すと飛びます。初フライト外で、エアと全然違う、ホバリングの安定感と、あと音がちょっとエアだとあーって感じなんですけど、エア2はこうなんか重低音みたいな、あんまりなんかうるさくないですね。早速ね、ちょっと林の中を攻めたいと思います。今これが 4K60p の D シネライクなんですよ。で、これを HDR にするとこんな感じですね。はい、
がえぐいぜ。はい、ちょっと、ね、太陽が超出てきたんですけど、あっちの方の霧がめちゃめちゃいい感じなんで、ちょっとハイパーラプスやります。マビックエアにはハイパーラプスなかったんで、めちゃめちゃ嬉しい。こちらですね、はい、こちら、はい、でもサークル、コースロック、ウェイポイントって言うんですけど、今回はコースロックで、バンダイ山に目がけて行ってもらいます。撮影間隔2秒の長さ5秒で125枚撮るんで、まあ、4分かかるって感じですね。で、こうやるのか、はい、ロック、おー、ロックされた、やば。はい、こんな感じでロック中2秒間隔、長さ5秒、速度がこの 0.6 みたいな。いけ、あ、楽、超楽じゃん。わ、めっちゃ便利だね、これ125枚の写真を多分撮ってそれをつなげてくれるんですね。これ音わかる、聞こえる、音カシャって、毎回カシャカシャ言ってる。はい、無事撮影が終わって、結構ね素材がいいの撮れました。あのバッテリーの時間がね本当にねびっくりするぐらい長い。なんかバッテリーが長持ちするってこんなに最強なんだって思いましたね。はい、でここでの撮影、はい、っていうわけでまだね朝の6時40分、まだ7時にもなってないんですけど、ここから帰って充電とかいろいろ編集したりとかして、その後ね夕日を撮りに猪苗代湖っていうところに行きます。帰ります。はい、でこれからね猪苗代湖に向かって、撮影しに行くんですけど、今5時なんですよね。日沈むのが6時半とかで、でこっから1時間ぐらいかかるんで間に合うかなっていうところなんですけど、まあ、とりあえず向かいたいと思います。はい、というわけで今回ね、こちらのマビックエア2で撮影した映像を、ご覧いただけたかと思うんですけど、今回ねその撮影に行った目的っていうのが、こうエア2のいろんな機能を試すっていうよりは、作品をね作るための素材を取りに行くのが一番の目的だったので、いろんなね機能を使ったりとか、詳しいレビューっていうのはできなかったんですけど、それはねまた後日、別の動画で撮ろうと思っています。で、自分は今までこちらのねマビックエアを使っていたので、こちらのねマビックエアとエア2の違いなんかもね、こうなんか動画にできたらなと思います。はい、で Air 2はまだねこう1日しか使ってないんですけど、これからねドローンを始めたいとか、こう綺麗に空撮を行いたいっていう方には、めちゃめちゃねおすすめなモデルだと思います。いろんな機能がある中でもやっぱりね 4K60fps で撮れるっていうのは、自分にとってめちゃめちゃ嬉しいですし、Mavic Air に入っていなかった、ハイパーラプス機能とかも入っているので、すごいねこう撮影の幅っていうのが広がりました。
で、あと本当にこうマビックエアだと、飛行時間が21分なんですけど、こちらのねマビックエア2は34分っていうね、こう長い時間空撮を体験できるので、それもね撮影する部分で、とても嬉しかったです。はい、というわけでね、今日の動画はこれで以上となるんですけど、ぜひねコロナが収束した際には、福島にね遊びに来て、まあ、いろんなところをね観光してくれたら、すごい嬉しいです。で、それと概要欄の方にね、こちらのマビックエア2の詳細も、概要欄に貼っておくので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、というわけで、最後までね動画を見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントもくれたら嬉しいです。 Twitter とか Instagram もやっているので、ぜひチェックしてみてください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。